ですね、今、堀口大学さんの詩集、堀口大学全詩集ということで、これ直筆サイン本なんですけど、今僕が所蔵しているのはね、藤沢の書店で買ったんですが、千曲書房さんから出ている堀口大学全詩集ということで、これ翻訳したもののね、全詩集の中に入ってるんで、ポール・バレリーとかありますよ。足音470ページ、まあ、適当にパッと。アンリ・ド・レニエとかね、バレリーの詩がある。まあ、もちろんポール・バレリーもね、訳してるっていうことだと思います。うん、これいいね。ポール・バレリーの、フランスの詩人で思想家でもある、ポール・バレリーの詩を朗読したいと思います。堀口大学さんの、フランス文学者の堀口大学さんの役で、ポール・バレリーですね。ポール・バレリーで、足音。私の沈黙が生み出した子供たち。あなたの足音が、しずしずとつつましやかに冷たいほどのひそやかさで近づいてくる。待ちわびる私のベッドへと。清潔な人よ、神々しい影よ、つつましいあなたの足音が、ああ、なんと優しいことだろう。あらゆる宝が今、あなたの裸足に運ばれて近づいてくる。差し出すその唇に、あなたがもし、私の恋慕の焦りを落ち着ける糧、接吻を、用意していても、甘やかなその身振りは急いでくれるな。うやむやのこの束の間が楽しいのだ。あなたを待ってる間中、この身も心もことごとく、あなたの足音になっていた。ポール・バレリーで足音でした。役は堀口大学さんでした。ありがとうございます。